最近小学校で急増しているのが日本語が苦手な外国籍の子どもたち。外国籍の子どもは約50名、1割になりました。彼らの学びをどう支援するのか。一人につくっていう先生はいないので、そういうところで言うと難しさを感じてます。そこで試されたのはロボット。教育現場の今を追いました。小学校の教室に入ってきたのはアバターインが開発した遠隔操作ができるロボット、ニューミー。この日は外国籍で日本語が苦手な子どもたちを遠隔で学習支援する実証実験が行われました。小学3年生のベトナム人レイさん、3ヶ月前に大阪へやってきたばかりで日本語はほとんど話せません。モニター越しで日本に10年住んでいるベトナム人がサポートします。なぜこの実験を行ったのか、その狙いを校長先生に聞いてみました。子どもたちは今500名少しいるんですが、外国籍の子どもは約50名、1割になりました。これは年々増えています。特にこの4月から今まで途中で転入してくる子がいるんですけども、20名転入してきました。背景にあるのは人手不足とされる分野で外国人が在留資格を得られる特定技能2号の対象拡大です。これまでは建設や造船の2つの分野のみに限定されていましたが、去年8月からは IT や自動車整備、宿泊業など11の分野に拡大されました。これらの業種は家族も一緒に日本で滞在できるため、コロナの収束も相まって来日する外国人が増えているのです。現在外国籍の子どもは全国でおよそ13万7千人いて、そのうち大阪市の小学校にはおよそ3100人の子どもたちが通っています。レイさんは算数が得意ですが、日本語で書かれた問題が読めないためニューミーにサポートしてもらいます。1箱にカラメルは6個ずつ入っています。これは1箱は6個ペオカラメル、その中何箱買うならカラメル全部25個になります。もう毎箱は25個ペオ。このロボットは遠隔操作でカメラの向きを変えることができます。そのため子どもの表情を見たり黒板の内容を把握したりして、まるでもう一人先生がそばにいるような感じでサポートすることもできます。学習支援を受けたレイさんは、Em thấy thích tốt hơn là, là không có bố đấy là em hiểu được được đề bài không quá. Lê さんは手応えを感じていましたが、年々増加する外国籍の子どもたちのために特別に時間を割くことが難しくなっているのは現場の教師たちです。レイさんの担任は翻訳アプリを使ってコミュニケーションを取っていますが、課題もあると話します。じゃあ名前を日本語に訳してあげても、翻訳機とかを使って翻訳してもうまく翻訳できないことがあって、トラブルになったりするときに
思いを聞き切ってあげれないっていうところがやりにくいなと思うところ、一人につくっていう先生はいないので、教室に困ってる子がお子さんが何人かいたら、そのいろんな人を回らなきゃいけないので、そういうところで言うと難しさを感じてます。レイさんのお父さんは IT 関連の仕事をしています。レイさんの夢はプログラマーになること。そのため毎日1時間お父さんと一緒に日本語の勉強に励んでいます。日本に来てから好きになったものありますか？天ぷらと刺身とうどんと、ラーメンが全部の料理ですね。Hiện tại thì con đang có kế hoạch học tập lâu dài ở bên Nhật nên con đang chưa muốn về Việt Nam. 大阪市の教育委員会はこのような外国籍の子どもたちの学習支援を学校だけで対応するのではなく、国を挙げてサポートしていく必要があると考えています。外国から編入する子どもたちがやっぱり増えてきておりまして、それに応じた日本語指導ができる人材の確保ですね、はい、それが一つ課題だというふうに思っております。学齢期の子どもたちが、学習の機会を奪われることのないようにきちんと受け入れ体制を整えていく必要があるというふうに。人手不足を解消するため、今後も外国人労働者の受け入れを拡大していく日本。同時に外国籍の子どもたちも増えていくことが予想されます。そんな子どもたちが自分らしく生きていくために、日本で十分な教育を受けられる環境づくりが必要です。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。